海釣り奉行です。今日はですね、いろんなローパークあると思うんですけども、その中でですね、最近皆様ステイホームされていると思うんですけども、ちょっと紐、ロープ、こういったもので遊んでみましょう。やってみましょう。簡単ですから。まずですね、最初に僕が皆さんに覚えていただきたいのは、簡単なね、縛り方で、例えばね、僕孫に言われたことがあるんですけども、じいじ、サッカーボールをどうやって持ってく、抱えていくのね、つらいよ。そんな時に簡単に持ち運びができるような縛り方、網かごの作り方、花壇にですね、プランターをぶら下げるやり方、ガーデニングですね、そういったものを皆さん座ってテレビを見ながら作れる簡単な方法をご紹介しますね。では早速始めましょう。まず用意するものなんですけども、これはですね、うちの近くにコメリがあるんですけども、コメリで買ってきました。850メートル巻いてあります。だいたいこういう細い麻紐って見た目より安いんですよね。1000円以内で買えます。本当のところなんです。たくさん作れますよ、いろんな製品が。トライしてみましょう。はい、まあ大雑把でいいんですけども、1広っていうのはまあだいたいこう手を思いっきり広げた、ご覧になられる皆さんの、まあ、一広で十分です。一広、二広、三広、四広。これは大雑把でいいです。これをですね、折り返します。わかりますでしょうか。それでですね、ここの輪っぱの部分を切ります。そうすると8本になりますね。ということは、そうなんです、8本寄りでやります。8本の網を組んで編んでいきます。まあ6本でもいいんですけども、今回は分かりやすく偶数の8本でやってみたいと思います。それでですね、長さを合わせておきます。でこちらをたどっていきます。でここを1個ね、単コブを作ります。これがね、簡単にやる方法なんです。これでどっかからですね、これをこういった紐くくりつけて、ここに固定する、この作業をしてください。これがですね、この作業の進め方なんですね。非常に簡単にやれます。できましたね。そうしたらバラバラにします。多少よじれてもいいです。大雑把にやりましょう。最初編むものによってこの目はですね、変えていけばいいんですけども、じゃあサッカーボール、それぐらいを編むのを想定してみましょう。大体サッカーボールってこんなんですよね。これぐらいの直径だと思うんですけども、その半分のところへ結び目が来るようにします。ここですね。こう、単コブでいいです。今回の場合簡単にやりたいと思いますので、単コブです。これで。次の2本、同じ場所へ単コブが来るように、これです。じゃあ次、こうです。全部の単コブが揃うように調整しましょう。で4つできましたね。いきますよ。次は2本ずつ重なった中の1本ずつを選別します。で、ここと同じ長さのところで単コブを作ります。大体でいいです。わかりましたでしょうか。今度は次のこいつですね。こいつに編んでいきます。順序を編んでいきましょう。ショートですね。それでこの残ったところ、この時にわっぱができるように確認するのが、これがミソですよ。こう広がりますよね。はい。同じところへと単行部を作ります。
わかりましたでしょうか。テレビ見ながらやりますので、リラックスしてやりましょう。でもう一つ同じ長さこうやります。ね、順番になってるか確かめながらやっていきます。これでどうでしょう、どれぐらいのものが入る網ができたでしょうか。かなり大きなもの入りますね。もうサッカーボールぐらいだったら入りそうですね。まあじゃあ例えばその入れるものに対してもうこの辺で閉じようと思いましたら、こっち側を開放してもこっち側を開放して縛る方にしても持つ方にしてもいいんです。どちらを持つ方にしてもいいんですけども、今回は持つ方が綺麗な方がいいですよね。ですのでこっち側を固定することにしましょう。これもね、非常に簡単にやってください。簡単にやるやり方を教えますのでね、ダブル2回ワッパに入れます。これで今度タンコも乗せると見た目に綺麗ですよね。ここの処理の仕方はですね、またこれからどんどん共有したいと思うんですけども、いろんなやり方があります。まあ、今回はまあここで簡単にで8の字結びでやりました。じゃあこの留めたとこ、これをほどきます。どんな感じで出来上がってるでしょうか。これをですね、なぜこれをこうやってやると持ち上げた時ここが揃うから、こっちが揃えてあるんですね。どんな感じになってるでしょうか。じゃあ広げてみます。この中へちょっと夏みかんなんですけども、まあこんな風にしてここをちょっとこう縛ってもいいし、こんな風だけでも、綺麗ですよね。まあこれはみかんでやりました。じゃあ今度はですね、こういうこれ入れる時にね、4つにちゃんと広げてからやらないと、まあ、入れていく場所がわからなくなりますので、ここですよね。こうやって持ち上げていきます。これができた感じですね。こんな感じにやって、じゃあちょっと観葉植物をやってみましょうか。どうでしょうか。こんな感じで、これを足らなかったら後付けでもいいし、編むときに僕は簡単に一広ってやりましたけど、一広半にすればここの部分が長くなります。いかがでしょうか。これをベランダにぶら下げたり、庭にぶら下げたり、家の中でもいいと思います。いかがでしょうか。簡単で本当に素早くできますよ。それと何と言ってもですね、安いんです。これ全部編むのに7メートルいりました。850メートルで約1000円とします。で、そうしますとこれ作るのに10円弱でできます。わかりますでしょうか。このロープ10円弱でできます。安いですよね。こういうのたくさん作ればこれで100個以上できますよ。またいろんな結び方あります。もっと綺麗なやつもあります。また皆さんとシェアしたいと思います。今日はありがとうございました。